はい、こんにちは。久しぶりでございます。今日初めて書くタングルを書こうと思って、何書こうかなと思ったんだけど、なんかずっと書きたいと思ってて書けてなかったやつがあって、これ合ってんのかタイガってやつなんですけど、 This is my first try タイガー but I mistake どう間違えたちょっと待って、合ってる違う、何どうなってんの。こんにちは。あ、sorry、 ちょっと待って、今難しい、間違えちゃったね、早速間違えてる、ちょっと待って、こうか難しいんだけど、私にとってこう、この後どうなるの、こうしてこうかで、ちょっとごめん、何もあれね、コメント読む余裕がないでござる。こんにちは合ってんのかな。ハートに書こうと思って一応準備はしたんだけど、分かんないから、もうちょっと画流、こういうことでしょ、違うの、なんか最初間違えちゃった、これ間違えたよね、 No mistake、 こうね、すごい難しいんだけど、 It's difficult for me、 Too difficult よ、まあ、でも初めてだからまだ全然友達になれてない、なんか違う気がするんだけど、Difficult 難しいで、これがまたこっちからなんかなっていくの、そんな私そんな難しいことできるのかしら、自分を信用できない。でもこれにまた線が書かれていくのかな、どうしよう、なんでこんなに難しいの、ハギンズにしちゃいたい、自分が書いたら息が止まりそう、ちょっと待ってちょっと勉強しよう、こうなってこうなんだよね、ハギンズだよねこれきっとね、ほら、I study. 私さっきこの前言ってた恐ろしい手術してきた、なんか違うよねこれ、なんか違う気がするんだけど、合ってる、違うじゃん、こうか、うわあ私の脳みそダメですね、なんか歯茎になんかするやつやってきて、まだ口がすごい麻酔が効いてて、すごい英語の F の発音とかできないしないけどF が言えない、 If とか言えない、あ、こんにちは、私のお気に入りゼンタングルガール、 Oh really Thank you、 ガールじゃないけど、So I want to add more taiga, but I cannot do this. Difficult for me. 難しいよ。ここにもう一本線描けばいいかな。I try. Yeah. こういうこと？こう言って。なんかさっき簡単に描けたような、描けそうな気がして、なんか突然始めたみたいなのはいいけど、全然できなかったね。やって、ちょっと私も、はあ、トゥディフィカルトよ。なんかわかんないけどこんな感じ。
こんな感じ？これちょっと違うね。おかしいんだけど。ハートにしたかったんだけど。I want to make heart here. So I cannot do this.So I make Huggins. Huggins にしちゃおう。This is difficult for me. So I love Huggins. Huggins なら書ける。どうなの？こう。あ、いや。ね。こんな感じ。I don't know. ちょっと、こう来て、こっこっちにハート着ていいのかしらね。普通さ予習してからやるよね。これ初めて書いた。 This is first try タイガ。ちょっとハギンズ心落ち着ける。 I want to calm down by Huggins. This is familiar tongueなじみ深い。うん。で、これがちょっともう一回練習しないと。でもファーストトライってこんなもんだよね。慰める自分を。そう、そんなもんだよ。で、あとそうね、あと10回ぐらい書いて、10回は書かなくていいな、あと3回ぐらい書いて、あ、こうなってるのねみたいな、この処理がちょっと分かんなかった。OK。 タイガのさ端っこきっと向こう側にもいる気がするよね。ここもto understand this tongue. でも可愛い、なんかね、折られてるみたいで。褒めて褒めて。最近インスタライブもやってないし、 YouTube もアップされてないから、もうどうなってるんですかみたいな。どうなってるんですかみたいな、メッセージなどいただきまして、どうもなってないですけど。ちょっといろいろとやることがあって、まあ皆さんやることあるんですけど、春にねやる CGT 向けのイベントの動画作成っていうのが、それがね、ちょっとそれを始めるとすごい、すごいんですよ、あれが。動画のなんていうの、量がすごいので、まあいいや、そうそう、動画ね、2時間分なんで、まあ、大したことないんですけど、今回2時間になっちゃったんですけどね、去年は3時間、今年はちょっと短くしようと思ったけど、やっぱね2時間になっちゃった。でも2時間だからって言って2時間撮ってはいおしまいとかね、まあ、そういう才能があったらいいんですけど、ちょっと私の場合は少し編集もしますし、あと撮り直しもね結構あったり、なんかまあいろいろで、で一応編集終わったら、普通自分のだったらもう消しちゃうんですけど、もしねやり直しとかなんか間違えちゃったことがあったりとかしたら大変なんで、消せないじゃないですか。まだ消せないでいるんだけど、なんでね、ちょっとデータがパンパンなんでございますよね。データがね、ちょっとハードに見えないよね。でちょっとすごい麻酔効いたままでやってるけど、口なんかろれつ回ってなかったらすいません。そう、あとバレンタングル、ほらなんかの一応今回お題が、ね、有料バージョンになっちゃったから、ちょっとねライブで書くのどうかなと思っちゃって。
あのね、皆さん有料で買われてるから、なのでちょっとやらなかやれないみたいな、なんてね思ったりして。よし、ここにもなんかやっぱ模様を描きたいでございますよね。何かをちょっと気ままに描いてみるか。一応こう今まだ東京も緊急事態宣言中なんでね、なんかあんまりあのお出かけとかも自粛してくださいなんて言われてますけどね。昨日はね、なんか公園、広い公園に行って、あの一日外にいましたね。すごい日差し浴びました。息子もなんか芝生を転げ回って、なんかすごいことになってたけど、服従芝生だらけになって、枯れ芝生。さっき車乗ったら車の中がもう芝生だらけだどうしてこうなったの、何があったんですかねすごかった。なんだこれ、何やってんでしょうね。こんな感じで、タイガちゃん全然友達になれてないけど、ちょっと今のところまだこれから来年ぐらいに仲良くなれるといいな。モタングル書いたことあります？トマスパドロスさんだっけ、名前は。ちょっと私今もう一回見る、ちょっとパソコンつけて。トーマスオーディスタングルイズトマスパドロスかな、ちょっと発音わかんない、発音私間違えるから気をつけて。トマスパドロスズタングル、 This is タイガ、Very interesting tangle, but this is my first try, so I'm lost. まあこんな感じ。とっても可愛い、とっても可愛い。ありがとう。Thank you. とても可愛い。So I want to draw or heart, but.I start shading。 ちょっと心落ち着けないとこと、次に行けない。失敗から生まれた、今ハギンズになっちゃったみたいなね。 No mistake。 可愛いんじゃない、分かんないけど、ちょっとこの調子で反対側も頑張ってみるか。よし、 I try next。Here, maybe here. 怖い。ちょっと合ってる？あ、遠かった、ちょっと。ちょっとわかんない私。まあいいや。で、I mistake, maybe, but no problem. Sorry. Where? Here. 本当こんなに怪しいやつでごめんね。I'm sorry. This is not good tutorial. But please play with me. ああ、こんな感じ？もっとこっちに書くべきだったね。I should draw more inside. Ah, mistake. Mistake.どうしよう、こうか、気にしない。でれってってて、そうですよ、全タングルの先生も初めての時書けないんだよ、こうやって、ね、どうなってんのみたいな。間違えてんじゃん、ここどうなってんの、こうだったんだね。うん、大丈夫。じゃあこのミスをどう挽回するかをね、見せて差し上げよう。今コメント読む余裕ないけど、こんな感じ。It's okay, no mistake.
excellent, thank you. Where? What did this? I'm lost. Here. I cannot see my string. ストリングすら見えない。No mistake. Maybe here. Heart. Beautiful. こっちにハート書いてみようかな。こうやってハート書いてみようかな。前向き。ちょっとずれちゃったから。I enjoy my mistake. No problem. It's lovely.Opportunity for me. Okay. Very nice. So, 間違いは宝物。本当かよって感じだけど。こうね。全然大丈夫。ここ間違えてる。Mistake here. No problem. みんなも勇気を持って間違えてどんどん。Yes, I like to hurt you say. No problem. Yes. Every challenge is an opportunity. Yeah. すごい。みんなありがとう。なんかめっちゃいい人。I'm encouraged by you. Thank you.I love mistake, my mistake. なんだろうこれ、ここ変だよね。No problem. さっき私最初にもうこの辺で間違えた時にもうここかな、今なら間に合うからやり直そうと思ったんだけど、やり直さなくてよかったかな。ここは黒く塗っちゃおっと。ここはブランクスチアにちょっと変えちゃおうかな。ちょっと分かんないけど、とりあえずこれで始めてみるか。プツ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 。よいしょ。で、間違いは宝物。素敵な言葉、ありがとうございます。なんかね、うちの息子の小学1年生の時の先生が、あの女の先生だったんだけど、あのその先生の好きな言葉だったんです。間違いは宝物、いつも言ってた。間違えることによってあなたはいろんなことを学べるんだよって、間違わないと何も学べないよって言ってた。へえ、そうだよ。なんだかもう何書いてんだかって感じだけど、ちょっと私を気にしないで。よし、何書こうかな。なんかいっぱい来た。お、ミステイク、ノーミステイク、ノーミステイク、Very admire she so much.どうもありがとうございます。すごいな。そうですね。そうやって考えると、なんか間違いを犯したことってありますかね。生活の中で、これは大失敗じゃみたいなのって、まあ、多分あるんだろうけどね。意外と忘れちゃうよね、失敗したことって。今でも思い出す、なんか、あ、これ、こ
か失敗したみたいなのは確かにある、あるけど、あるかな、うん、きっとあるんだよね。でも毎日それ思い出さない、思い出したくない。早くシーリングしたいな。 UFO 焼きそば湯切り前にソース入れる間違いを犯した。それは大きなミステイクです。それは飲むんですか全部。UFO ね、そうだな、なんだろうな、失敗したこと意外となんとかなる失敗が多いよね。なんか大怪我、あ、大怪我とかね、なんかそういうのはちょっと嫌だけど、昔そう、うちの息子とがインフルエンザで学校休んだ時にもう熱が下がっても行けないんですよ、なかなかね、学校にね、なんだろう、家の中 で外も行けないし、家の中でなんか遊んであげようと思ってゾンビごっこをしたんですよ。ゾンビ、私がゾンビになって追っかけるっていうね。そしたらうちの息子もすごい運動不足で、ものすごいなんていうかな、運動神経鈍ってて、私が捕まえたと言ってゾンビのフリセク捕まえたら思いっきり顎から転んで顎パクって割れて血だらだら出てきて、もう私やばかったですね、その時。それ大きな失敗で、病院に行ったらすごい混んでて、大学病院に行ったんですよ、近くにある。で1時間半ぐらいもう顎から血だらだら流した息子を、でも私もずっとごめんねごめんねってずっと謝ってて、もう最初は息子も、ね、ないさんだけど痛いとか、1年生だったかな、あれ、だんだんもういいよお母さん大丈夫だよ、僕もまあまあまあもう痛くないよとか言ってそうっていうことがありましたね。あ、こんにちは。なんでそれでなんだっけ、あ、それでなんか大学病院全然順番回ってこないから、私も本当嫌な、頭に来て、うちの息子が顎切れてんですけどみたいな。で近くの整形ちっちゃい病院行ったらすぐ塗ってくれて、でも私があまりにもうるさいから、痛そうだとかかわいそうだとか言ったら、お母さんもう病室から出て行ってくださいとか言われてそして、縫われてましたね。本当にあれは大きな、未だに傷あるけど、でもまあ顎の下だし、何針塗ったのかな、4針ぐらい塗ったのかな、まあ、ひどい話ですよね。英語の字幕について心配する必要はありません。仕事はあなたから、そう簡単に自分自身を説明します。ああ、Thank you。 英語ね。Sorry, but I draw tiger now. I'm drawing tiger now. But I speak. No. I'm talking about other thing. So I talk about my mistake in my life. Not explain about tangling.Because my explain is special thing for my student in my class. So in YouTube and Instagram Live, I don't speak. No, I don't explain about tangling.A little tongue, a little explanation. So I speak in English and Japanese about explanation. Sorry, my English is not good, so please forgive me. というわけで、私はそうなんですよ。日本語で全然関係ない話してるんでございますよ。ね、
説明は一応クラスに、ね、来た方に特別スペシャルオプションなんでね。シェーディング席 No, I see same new art you put subtle Never worry, ah, thank you Thank you so much, you encourage me。 そんなこと字幕なんかつけれない、まあ、字幕つけろとかいうあの YouTube とかで言う人いるんだけど、あれつけられないのかなと思っちゃうよね。なんでかな。日本語つけられますよね。ちょっと怪しいやつだけど、英語のやつから。で、これで、そう、I make heart, my heart. You are super in Japanese. そうね、日本語の達人だよね、私。Okay.一応光は考えないんだけど、考えようかな。 In Zentangle、We ignore right direction But today I want to think、Right direction is here From here でこっちからだったんでしょうかな。そうするとここがちょっとすごい難しかったこの単語。ちょっともう一回練習したい。ね、全単語さ、練習必要ないとか言いつつ、やっぱりちょっとはね、練習というか書き慣れるみたいなの必要ですよね。そうだ、あとこれ、前のプロジェクトパックに入ってたやつ。This was included in project pack 12だったかな。12。This is so so beautiful. ありがとう。Thank you. よかった。それはよかった。ちょっとわかんない。ホワイトチャコも入れなきゃね、いけないよね。ハートどうしようかな。Well done. This is a future. ありがとう。すごいな。こんな熱烈な人いたっけ。本当塗りつぶせばよかったのかもしれないけど、後で塗りつぶしてもいいか。そうそう、その息子の失敗の話ね、あったなって。それはノーミステイクにできないけど、うん、仕方ない。そういうリカバリーできない、失敗は嫌だけど。今日麻酔で縫ってるから2針縫ったんですよ、歯の中ね、歯茎。お酒飲んじゃダメとか、お風呂も湯船ダメとか言われて、私の好きなことが何もできない、うえーって感じ。なんかいまいちだね、やっぱりこの光の方向やんなくてよかったのかな。わからない、うまくちょっとわかんないよ。あと、とりあえずとこ、あ、そうね、バレンタングルもみんなやってるかしら。まあやってない人も別にやんなくてもいいんですけど、うん、ね、毎日ハートの感じで楽しいですよね。
っとシェーリングもちょっと落ち着いて一人でやろうかな。Will you save this so I can't... Okay, maybe I upload on YouTube, okay? Please search my YouTube channel. It's Shie Naritomi channel. チョコめっちゃ面白かった。よかった。私も楽しかったです。皆さん毎日見るの。なんかチョコレートプレゼントするのってやっぱ日本だけなんですかね。でも韓国もなんかチョコレートあげるようなこと言ってた気がする。今ビジューに練習中、シー先生のハート。あ、本当ですか。わーい。すごいね、簡単なあの提案だったんで。楽しんでくださいませ。なんでこれこっち側なんだろうみたいな。はい、そうそう、であと3月ね、私あのあれなんですよ、大阪に出張かもしれなくて、まあ一応その予定なんだけど、なんでまあその緊急事態はどうなるか分かんないですけど、大阪に行くことになりやして、まあちょっとそのコロナ次第ですけど、何かねできればいいなと思っているところなんですが、まあ何度も言いますけどね、コロナ次第かな。この前名古屋はね、ちょっとまああのちょっと行ったんですけど、さすがにまだね無理かなって。東京もまあ全然ね、集まってやってるとかいう人もいますけど、うん、まあそうですね、難しいな。大阪行きたい。あね、ブラック入れたら綺麗だよね。大阪切っちゃいます。名古屋から大阪もまあまあ遠いけど近いみたいな。ちょっと違うな、なんつったら今。うん、ね、先生のワークショップあるなら行きたい。お、マジでございますか。ちょっと考えてまたご連絡します。あのちょうどねコロナの始まるっていうか、コロナが流行りだした時、3月に、確か3月だったかな、あの本当は大阪でねワークショップの予定だったんですけど、それができなくなっちゃって、まあその時お会いするはずだった人たちとはお会いできずに、まあ、インターネットでねもうお会いできましたけど、まだ実際はね会ったことないんですよね。だから新幹線なら近い。おー、なんでね、ちょっと、まあ、どこでとかいつとかは、まあ、大体決まってるんですけどね、まだね分かんないですよね。ちょっと少々お待ちください。近くで見るとなんかあれだけど、あんまりだけど、ね、ここ失敗しちゃってる。 This is my mistake but lovely mistake。 こんなに間違えると思わなかったな。理解はできない。アホなのかな。アホなのかな私。
すごいやつ書いてる。すごいやつだかな。でもすごい間違ってんの。笑っちゃうんだけど、笑わないでって感じ。ね。結果的になんかちょっとすごそうに見えるけど、なんかどうしちゃったんですかって感じですよ、本当言って。うん。でも今回はね、間違いがよりちょっと複雑に見えるというか、いい感じになりましたね。あっちこっち間違ってるけど、もう信じて信じて。よかった、やめなくて。偉いな私。このあれですよね、パドロスさんって人のタングルって本当になんか難解なものが多くて、頭の中どうなってるんですかみたいな感じ。すごいよね、トマスさん。ちょっとクレイジーだよね、こんがらがっちゃってる。さゆみさん、さゆみさんね、あ、バレンタングルでは本当にお世話になりました。あのバレンタングルの翻訳チームの話もしたかったな。なんかもうとにかくみんなすごくてすごい頑張ってやってくださって、私はびっくりしました。OK Maybe I finish this tangling。 うん、かわいいよね。なんだろう、韓国語読めない。 Sorry, I cannot read Hangul Lovely language, but sorry, I cannot read。 でもきっとなんとなくこんなこと言ってんだろうなみたいな。ハングル読めたらね、いいよね。読めないんだけどさ。OK, maybe I finish. パチ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 。ね、OK。ちょっと、久しぶり。変な、ちょっと、beautiful, beautiful。ありがとう。というわけでね、今日ね、友達、なんとかさんタイガというタングルを書きました。 This is my first try タイガ of Thomas。 So this is very cute tongue, but my I have many mistakes, but no problem, I enjoy my mistake and very playful tangling、okay. ね、いっぱい間違えましたけど楽しかったです。ではまた、会いましょう。はい。See you next time. Thank you for watching. またね。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。